エナル・ヤーガーは、旧ソビエト連邦、エストニア、ラプラ県、コヒラ出身のサッカー選手。ポジションは DF。FC フローラ・タリンのユースチーム出身。トップチーム昇格後、レンタル移籍した当時2部の JK テルビスパルヌでは25試合に出場し、その経験を積む。2001年にフローラに復帰するが、レギュラーを獲得するには至らず、また、出場機会もなかった。 シーズン途中に、当時2部の FC バルガオーリアーに移籍。2シーズンで34試合に出場し、在籍初年度には、プロ初ゴールを挙げている。2年目の2002年シーズンに2部リーグで、バルガが優勝。チーム躍進の原動力となり、昇格に貢献した。2003年に再びフローラに移籍。在籍中の2シーズンで47試合に、出場、2ゴールを挙げている。 移籍初年度の2003年シーズンにはリーグ優勝、エストニアスーパーカップ優勝を経験している。2005年には自身初となる海外のクラブチームに移籍。2005年から2シーズン在籍した FC トルペド、モスクワでは本来のポジションであるセンターバックに加え、右のサイドバックや守備的ミッドフィルダーなど、エストニア時代とは異なるポジションでのプレーを求められることもあった。 2006年にチームが降格圏内でシーズンを終え、トップリーグから降格が決定したことに伴い、オーレスン FK に移籍した。2009年7月19日、セリエ B のアスコリ・カルチョに移籍。契約期間は3年間。代表ではバルガ在籍中の2002年にエストニア代表に初選出。同年10月12日に行われた。 ニュージーランド代表とのフレンドリーマッチで代表デビューを果たした。2017年12月31日現在、そのキャップ数は126を数える。バルガフローラタリンをオーレスン。ありがとうございます。